しくお願いします。天台小廟についてということでお話をしていくんですけれども、何分このような、オンラインでのお話というのに慣れていませんですので、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思います。また、実は先日ちょっと風邪をひいてしまいまして、喉の調子も万全ではありませんので、もしかしたら途中で、ちょっと、途切れてしまうこともあるやもしれませんけれども、何卒どうぞよろしくお願いいたします。まず、小廟というものがそもそも何ぞやということなんですけれども、仏教伝道協会さんが、SNS で、発信していただいたところで、声に明るいと書いて、声明とは読みません。どう読むの？というところで、広報していただいてますけれども、声に明るいと書いて、仏教用語では声明というふうに言います。もともとはインドの学術的なものの一つの分野でして、声明というと本来は声に関わるもの、音声に関わるもの全般を取り扱った学問のことを声明というふうに言っております。で、現在日本において声明というふうに言いますと、このような、お経や仏様、菩薩様を称える声句、そういったものに節をつけて、唱える法要の中でお唱えする音曲、声楽というのを声明というふうに言っています。その成り立ちから、どんなふうに日本に伝わってきたのか。で、私が所属している大原のお寺がその中でどんな地位を持っているのか、なんていう話をしながら、実際にいくつか声明を唱えてお聞きいただければなと思っております。まず声明というのがどこから来たかと言いますと、当然お釈迦様が開かれた仏教とともに、インドから中国、そして朝鮮半島、日本というふうに、仏教伝来とともに伝わってきた、仏教音楽になります。もともとインドで、どんなふうに唱えてたか、なんで、お経に節をつけるのかと言いますと、いくつか理由があります。まず一つは、お釈迦様がお説きになった教えというのを、間違えずに後世に伝えていくという目的で節をつけたというふうに言われています。昔お釈迦様の当時というのは、教えというのをあえて文字にするということはありませんでした。お釈迦様からお弟子さん、さらにそのお弟子さんにという形で、口伝で、口伝えで教えを伝えていましたので、それが間違って伝わらないように、教えの文章というのを、例えば一つ文章そのままずっと唱えていく、それを同じ内容のことを四分体に言い換えて唱えていく、でそこにリズムや節をつけて唱えていく、なんていうふうにして伝授して送伝していったというふうに言われています。で、2つ目は、我々僧侶というのが一般の人に説法をするときに興味を持ってもらう、その教えについて親しみを持ってもらう、そんなようなことで、お経に節をつけるということが行われていたようです。有名なところですと、目明菩薩という方が、ね、いらっしゃるんですけれども、その方は、音曲であったり、舞であったり、そういったものを使った、いわゆる歌劇ですね。そういったものを仏教をテーマにたくさん、作られたと言われている方です。で、そういった、歌であったり音曲、そういったものでもって、
一般の方に仏教がどんなものなのかというのに触れていただく。また、あんまりそれまで興味持っていなかった方にも、音楽を通して興味を持ってもらう。そんなような意味合いで、節をつけて唱えているというものになります。そこから、仏教というのはご存知の通り、インドから始まって、中国を経て、さらに日本に伝わるというふうに、時代とともに伝播して、今の日本に伝わっていますけれども、お経も一緒です。声明の歌詞もそうなんですけれども、インドで生まれたものは、ボンゴサンといって、古代インドの、サンスクリット語であったり、パーリ語であったり、そういった、インドの言葉のお経典、声明の歌詞というのがあります。さらに中国に渡って伝わってきますと、漢訳されて中国語のものになります。例えば般若心経とか、ああいったものは全て漢訳された漢字の中国語のお経ということになります。声明においても漢語山なんていうふうに言ったりしますけれども、大部分の声明というのは中国語に翻訳されて、それを節をつけて唱えているというものになります。さらに、これが日本に伝わってきますと、当初は漢語山、ボンゴ山というのをそのまま、お唱えしていましたけれども、時代とともにやがてそれを和訳した和語山、和山というものも出てきます。例えば、訓歌だと言われる曲であったり、狂犬と言われるような曲、これは声明らしい長い旋律がついている、七五調の声明、和文体の声明になります。または、日本の伝統音楽のような形で、短い節を、ね、和文体につけ、つけて、唱えるものとしては、例えば公式とか、論議であるとか、そういった音曲が、相当します。こういったものを、法要の中でお唱えしているわけですけれども、日本に声明がまず伝わってきたのは、おそらく仏教伝来とともに7世紀の頃には伝わっていたと思われます。やはり仏教というのはお経だけが伝わっても意味ありません。そこに対して仏様に礼拝をするだとか、何かしら儀式をするだとか、そういった法要儀式も一緒に輸入されたはずですので、その中で声明というのも切り離せない一つの要素になっていますので、おそらく仏教伝来とともに声明というのも伝わっていたんだろうなと思いますが、残念ながらその当時の声明がどんなものだったのかというのは記録は残っていません。 記録上、初めて声明が記録に出てくるというのが、東大寺の大仏開眼法要。この時にはまだ日本人の正式な僧侶というのはいませんので、中国であったり南方の僧侶たちがたくさん奈良へお出ましになって、そして声明を唱えて法要を行いました。 この時に唱えたというふうにね、記録に出てくるのは「梅三下煩悩釈上」という4曲であります。この4曲というのは今現代にも伝わっている曲で、各宗派ね、お唱えする曲になっていますけれども、この4曲、1つのセットになってますので、この4曲をセットで「釈迦法要」なんていうふうにも、言ったりします。で、この奈良に伝わった声明というのは、今の現代の天台声明とはおそらく直接的な関わりは薄いんではないかというふうに言われています。ただ、比叡山を開かれた伝教大師最澄上人
というのも、もともと奈良の興福寺に所属する奈良の僧合の中に所属する僧侶としてお坊さんになりましたので、最澄上人の頃はまだ天台宗妙という独立した一つの流派にはなってなかったと考えられています。で、天台宗妙の祖とされているのはそのお弟子さん、慈覚大師円仁という方が天台宗妙のお祖師さんになります。円仁さんというのは、最澄上人の後を継いで中国へ渡られて、約10年間密陶愚法といいますけれども、唐の各地を回られて、いろんな教えを日本に持ち帰られました。で、その時に五台山というところで院政念仏と言われる念仏の仕方であって、そういったものを日本に持ち帰られます。また日本に来ても、日本に戻ってきても、例えば法華経修行として写経をする女峰写経であるとか、仏舎利を奉ってお参りする舎利公式であったり、そういったいろんな法要を作られたというのも慈覚大師ですので、今の天台宗の称名というのはその流れを組んでいるということになります。そして、ここ私が所属している実行院が、所属している大原の大元寺、大原寺と書いて音読みで大元寺というお寺ですけれども、この大元寺というのは、創建は西暦の1013年なんですけれども、そこから約90年後に良仁上人という方が比叡山から降りてこられて、そして、ここ大原で大原流という一つの流派を大成されました。この大原流というのが、後に天台宗妙の多数派を占めて、現代においては天台宗妙イコール大原流でほぼ、統一されておりますので、そういった意味ではこの大原というのは天台宗妙の一つの聖地になっているということになります。そんな大原ですけれども、そうですね、宗妙も少し唱えながら、いきましょうか。先ほど少し画面の方にもお見せしましたけれども、天台宗妙の譜面というのはこんなような形になっています。経文が書かれていて、その左右にニョロニョロっと線が細く伸びているかと思いますが、この線の部分が譜面になっています。そして青とか赤で書かれているのが音階であったり旋律の名前、というふうな形で、証明というのは書かれています。で、今、お見せしたのが七梵五山と言われる証明になります。名前の通り、七山と言われる証明の中で、梵語、インドのサンスクリット語の証明ということになります。で、こちらをまず お唱えしていきますと、
というふうに、唱えていきます。今お唱えしたのは、オンバサラサタンバ、という、この1行目のところをお唱えしました。まあ、聞いていただいて、パッとわかるかと思いますけれども、漢字1文字を、ずっと声を引いて長く長くお唱えしていくというのが、声明の一つの特徴になっています。これが、七看護さんという、七ボンゴさんという、インドの言葉、サンスクリット語に節をつけて唱えているもの。これは鹿曲という曲で、特にゆったりとした旋律というのが、特徴的です。こういった旋律というのが、いかにも天台宗らしい声明というふうにね、言われているものになります。そして、天台声明、もう一つ曲調としては律の曲というのもあります。例えばこちら「九条釈如」という曲が、律曲になりますけれども、 こちらは「しゅうしゆさ というふうに、お唱えしていきます。今唱えたのは「終始釈如東岸衆生」という、やはりこの1行目を、お唱えしましたけれども、先ほどの七梵語山に対してこちらは、漢訳された中国語の、声明ということになります。先ほどの梵語山の方は鹿曲ということで、まあ、とてもゆったりとした旋律でしたけれども、こちらの律の曲というのは少し、なんというか、テンポのあるという、そんな、雰囲気の曲調になっております。まあ、こういった、鹿曲と律曲、鹿と律の違いというのは、音階の違いであったり、同じ旋律の名前で書いていても、ロの時と律の時では違う唱え方をするというものもあったりしますし、それぞれ、ロの雰囲気、律の雰囲気というのが、曲それぞれにありますので、そういったところを、唱え分けができるように、習得しているというのが、声明を学ぶことになっていくわけです。ただ、やっぱり中には、音痴な方もいたりするんですけれども、そういう方は、ロなのに、律の音階になってしまったり、律の旋律になったり、また逆であったり、そういったことがありますと、和尚さんから、お前はろれつの回らんやつだな、というふうにね、言われたそうです。今、現代の用語では、ろれつが回らないというのは、例えば酔っ払ったりなんかして、口がうまく動かない、上手に喋れなくなることを、ろれつが回らないというふうに言いますが、もともとは、声明や雅楽で、この律とろの違いというのがごっちゃになってしまう人のことを、指す言葉というふうに言われています。
そんなところから、ここ大原には、2本、川がね、境内に流れていますけれども、その川それぞれに呂川、律川、漁泉、律泉というふうに、それぞれの川に、呂と律というこの商名の用語を当てているということから、見ても大原って、商名の伝承をする拠点としてとても、大事な場所なんだな、というのが分かるかなと思います。これに加えて、さらに日本語に翻訳した和語のものというのがありますけれども、今日は、その中の、25三昧式、六道公式というふうにも、言いますけれども、地獄、餓鬼、畜生、修羅、陰、天という六道から、いかにして、極楽浄土に往生する、そういった、地獄、餓鬼、畜生、それぞれがどんな場所で、そこからどうやったら、極楽に行けるのかというのを、和文体で、書いたものになります。こちらで、見ていただきますと、書き下しの漢字仮名混じりの文章になって、横に節がついているというのが、見えるかと思います。今お見せしたのは地獄の段になりますけれども、その一部をお唱えしていきます。というふうに、和文体に、短い節をつけて、お唱えしていくというものに、なります。今読んだのは、お見せしている部分の大体半分ぐらい、お唱えしたということになりますけれども、地獄というのは、鉄で作られたお城の城門が固く閉じていて、地面も熱せられた鉄で、常に激しく火が燃えていて、四方をそれに囲まれて、冷たい涼しい風を願ったとしても、すぐ火がやってきて骨も焦がして、冷たいお水が欲しいと望んだとしても、常に煮えたぎる鉄が湧いてきて、この身を溺れさす、そんなような歌詞になっています。個々で書かれていますので、現代だとパッと聞いて、分かりにくい部分はあるかもしれませんけれども、こういった公式と言われるものは、中世、平安時代の終わりぐらいから中世、を通してとても、流行しましたので、
数え切れないほどたくさんのこの公式の曲というのが作られました。仏様であったり菩薩、いろんな書店、いろんなお経、お宗師様、そういったものに対してそれぞれがどんな存在であるのか、どういうふうなお徳があるのか、どういうふうに我々衆生を救ってくださるのか、お宗師さんであればどんな業績でもって衆に貢献したのか、どんな教えを残されたのか、そんなような今唱えたような和文体でお唱えしていく、そんな法要が公式と言われるものであります。まあ、こういった音曲を通して人々に対してまあ、ある種説法でもあり、儀式を称言する一つの音曲でもあり、また仏様、菩薩様にお供えする音曲でもあるというのがこの称名と言われるものになります。まあ、なかなか短い時間でバッと詰め込んでお話ししていますので、結構はしょって抜けているところも多々ありますけれども、まあ、なんとなく炉の曲、律の曲、またインドのボンゴさん、簡訳された漢字の漢語の唱名、そして和文体の唱名、それぞれ、まあ、聞き比べていただけたのかななんというふうに思います。そういった唱名、実行員の本堂にあたる少林院というお堂がありますけれども、そういったお堂の蔵の中にはたくさん中世の頃から伝わるこの唱名の口伝書というのがたくさん伝わっていますので、特に明治維新を境に途絶えてしまった音曲というのも多々あります。そういったものの譜面であるとか口伝書というのもたくさん残っていますので、私個人としてはそういったものを一つずつ今は目録を作って、何がどれだけあるのかというのを把握しながら、そういった途絶えてしまった音曲っていうのを復興していくっていうのを目指しつつ研究しております。まあ、そんなようなことで、今ちょうどチャットの方にね、音曲をつけるのは天台宗だけなのでしょうかという非常にいい質問をいただきましたので、これにもお答えしておきたいと思います。大きく分けて唱名というのはいくつか系統があります。一つは奈良に伝わった、奈良時代に伝わった奈良の唱名、これが現代の奈良の南都の唱名にどれぐらい伝わっているのかというのは分からない、そうです。その後の系譜としては、我々の天台宗系の天台唱名と、真言宗系の真言唱名というのがあります。また、後の時代、浄土宗さんとか浄土真宗さんというのは、お宗師さんはね、比叡山から出られたということもありますけれども、比較的早い段階で、大原と交流があって、それぞれの宗派に大原流の唱名というのが伝わっています。また特に江戸時代以降、平和な世の中になって各宗派が法要儀式というのを再整備した時には、それぞれ浄土宗さんですとか浄土真宗さんですと本願寺派さんですね、西本願寺さんなんかは盛んに僧侶を大原に派遣して、それぞれの宗派の唱名というのを再整備した、そんなことがありますので、今でも浄土宗さんですとか本願寺派さんですとか、そういった宗派の唱名というのは大原の唱名が伝わっています。またもう一つの系統としては、禅宗系の唱名というのがあります。曹洞宗ですとか臨済宗さんに伝わっている
天台真言に比べるともう少し新しい時代に中国から伝わってきた声明というのがあります。大まかに分けてそれが日本の各宗派の声明になるかなと思います。そんなところで、そろそろお時間になるのかなと思いますけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。最終週ですので、他の質問来ておるものも私の方から少し紹介させていただいて、お答えをいただけると幸いです。天野先生ご自身が声明に興味を持たれたきっかけというのはございますでしょうか？ということですが、お願いします。まずそもそも声明というのが天台宗でお坊さんをやる上で、ある程度必須の、科目にもなってきますので、私が最初に声明に触れたのは次房で、当時師匠であった私の父親が、唱えている法事の時にお唱えしているものを聞いたのが初めてでしたけれども。自分自身が唱える時にいいなと初めて思ったのは、州の大学で大正大学という東京にある大学があるんですけれども、そちらで声明の授業があって、でその一つの成果の発表の場として声明公演というのを、やっていて、そこで、一つの公演として声明をやるというふうになった時に、これだけ、なんて言うんでしょうね、ホールでやるとすごく声も響きますし、大人数で、声明を唱えた時の、心地よさというか、迫力というか、そういったものがすごくこう印象に残って、声明といいな、声明っていいなというふうに、思いました。ただ、今みたいに、本格的に、声明を研究するとか、証明を勉強するというふうになったのは、実はここ実行院の住職になってからですので、大体8年ぐらいになります。先ほどのお話の中にも出てきましたけれども、ここ大原の大言寺、大原というのは天台宗明の大原流の一つの伝承拠点、総本家みたいな場所ですので、天台宗明が唱えられるだけではなくて、さらに深く理解していくというのが求められるというところで、そういった研究であったり、今勉強というのをしているということになります。ありがとうございます。最後にもう一つだけ非常に素朴な質問ですけれども、素人でも、努力すればどれぐらいで習得できるでしょうか？という質問でございます。一般の方でも声明を唱えたいっていうふうにね、おっしゃる方も結構多かったりするんですけれども、多分、聞きながら譜面をなんとなく目で追ってみんな合わせて唱えるというのだったら、多分3、4回一緒にやれば、簡単な曲であれば唱えれるようにはなるんじゃないかなと思います。我々声明を最初に習った時もね、言われたんですけど、声明というのは耳で唱えるんだっていうふうにね、指導されます。というのは、音曲というのは周りの人と唱えるペースであったり、声の高さっていうのが合っていないと、すごくガタガタっとしたものになってしまうので、周りの声をよく聞いて、それに合わせながら唱えなさいっていうふうに言われるんですけれども、練習するときに、先生の声であったり、上手な人、慣れている人の声に合わせて自分も、唱えていくというのを積み重ねていくと、なんとなくは、唱えれるようになると思います。ただ、もう一歩進んで、その曲が、なんで、この調子で唱えているのかとか、この調子だと音階がどうなるのかという、もう少し、学術的な学理の部分ですとか、
そういったところを習得しようと思うと、もうちょっと時間がかかるんじゃないかなと思います。